あなたはもし目の前に大量のカッパエビセンがあったらどうしますか？1. そのまま食べる。 2. ご近所の方にお裾分けする。 3. おにぎりにする。皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。先日かっぱえびせんをねちょっとたくさんもらいまして、このまま食べるのもちょっと面白くないなと思って、うん、ネットでねちょっと見てたら、かっぱえびせんをあるものにつけると天むすになるらしいんですよ。そんなことないっしょって思うでしょ皆さん。ということでかっぱえびせんで天むすを作ってみようと思います。じゃあね、なんかこのかっぱえびせんにまずね、この追いがつおつゆ、まあめんつゆなんですけど、かっぱえびせんにねめんつゆをかけて、ね、それをちょっとご飯と混ぜると天むすになるらしいのでやってみようと思います。こうめんつゆをちょっと入れます。ちょっとこのめんつゆ温めますね。この温めためんつゆの中に、ね、かっぱえびせんをちょっと入れていこうと思います。はい、じゃあこのねご飯にめんつゆをちょっとかけます。味ご飯的なね、ちょっとこのご飯を混ぜます。お、壊れる。はい、じゃあこれをちょっとラップで握っていこうと思います。握り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 、こんな感じで握ったとこの先端のとこにこう天むすらしくかっぱえびせんを乗せていきましょう。おいしょおいしょ、こんな感じで握ったので海苔を巻いていきます。本当に天むすの味するのかな。うん、このまま辛くもうまい。じゃーん、めっちゃ簡単です。こんな感じにできたのでどう食べてみようと思います。本当に天むすの味するのかな。いただきます。天むすや、天むすや、これめっちゃ美味しいですよ。うん、美味しい。皆さん、これね、そんなことないっしょって思いましたけど、これはめっちゃ美味しい。なんだこれ、カッパエビセンとめんつゆ、やばいです。あのね、これを卵で閉じてエビ天玉とじ丼みたいにしても絶対美味しいと思います。もうみんなね多分これそんなことないっしょって多分思ってると思うんですけど、これはね非常に美味しいです。はい、ということで、じゃあ今日ねこちらのかっぱえびせんで天むすおにぎりを作ってみたという紹介動画でした。私もねちょっとほんとかっぱえびせんすごい今たくさんあってどうしようかなって思ってやってみたんですけど、ほんと美味しいです。なんかエビ天ですね本当に。めんつゆがよく合うんでご飯にもよく合うし、すごい美味しいんで、気になる人がいたらやってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあねー。そんなことないっしょ。うまい。パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくです。